よくお客様に試着していただいた時に裸の招きがそのまま売り場に残っているっていうのがなんかすごく気になっていて、で、あ、そうだって、脱がした時にまだ下に着てるってボディそのものもアートにしちゃおうと思ったんですね。で、それがもう本当に30年来お世話になってる木屋さんにちょっとご無理を言ってしまって、ボディ自体が主役になるっていうものすごい珍しいパターンだと思います。作り手側からもこんな面白いものやれるんだとか、すごく楽しい意見をいただいて、新しいそういう技術っていうものがまた外に発表されるっていうことですごく刺激になって、デザイナーさんの持ってる世界観っていうものをすごく大切にしようと思って今回取り組みました。三浦めぐみさんは直接お会いして、我々の製法を知ってもらって、その中でやらせていただきました。洋服はまあ人が着るんですけど、皮膚の上にまあ着るわけですよね、体の。なんですけどボディだと、まあ既存のボディの形があるので、まあ、皮膚をデザインするという感覚で、デザイナーのボディが広がっていったら売り場が面白いだろうなっていう、今はまだ一人で面白がっているんですけど、ファッション業界がこうすごく豊かになっていったらいいなっていう、そういう気持ちがいっぱいあります。